アイテム番号 SCP-367JP オブジェクトクラスユークリッド現状実質的なニュートラライズドに指定されています。特別収容プロトコル SCP-367JP は現在サイト81の提供井戸物品保存ロッカーにて安置されています。 SCP-367JP が活性化イベント期間に入った際には再び標準人型収容セルに移されオブジェクトに関する実験が再開されます。説明。現在 SCP-367JP は寸法 54×54×182cm の見た目上は通常の花崗岩で構成された卵型の物体です。これまでの検査では SCP-367JP が通常の花崗岩であることが示されています。SCP-367JP には不定期に活性化イベントが発生します。活性化イベントが発生した場合、SCP-367JP は平均23秒間、5dB ほどのホワイトノイズに類似した雑音を起こした後、内部から発生する衝突音と共に崩れ始め、その内部から SCP-367JP-A が出現します。この際、SCP-367JP が破壊されていた場合にも SCP-367JP の破片が最も密集した地帯に SCP-367JP が再出現し、イベントは実行されます。SCP-367JP-A は原型不明の模倣能力を有している生物です。活性化イベントの開始時点では通常の生物と同様で陽性であり、SCP-367JP から出た後、4から5分の間に成熟します。財団の収容初期の活性化イベントでは家犬の姿をしていました。実験から、模倣できる対象は体長 CM 以上の動物門の生物に限定されていることが判明しており、植物や菌類などの他門の生物への模倣は確認できていません。知性は今まで模倣した生物のうち比較的高いもので固定されるようです。現在まで変化できる最大の大きさは確認されていませんが、人間に模倣し、言語能力を獲得した SCP-367JP-A の、一度見た、あの首な我流にはなれなかった。という発言から最大約40メートル以下と推測されています。異常性を持つ生物オブジェクトへの接触は SCP-367JP-A の動作、知性を劇的に上昇させ、異常性の獲得にまで至る可能性から収容違反へとつながるとされ、禁止されています。SCP-367JP-A が死亡もしくは活性化期間が終了した場合、その場で SCP-367JP-A は最大62秒の間にその時模倣していた生物のサイズに合わせた SCP-367JP に置換され、非活性化期間に入ります。非活性化期間は多少の揺れ動きはあるものの、日を重ねるに従って増加しています。このことについて SCP-367JP-A に尋ねるとそれは平常のことで、期間は循環すると回答しました。SCP-367JP は1900年に、編集済みにおいてアマチュア考古学者であった、氏が、編集済みの断層で発掘したもので、帰宅中に連れていた同志の犬が2匹になっていたことから異常性が判明し、噂を頼りに近隣の財団職員が接触、記憶処理の後に回収しました。当初 SCP-367JP は10分未満の間に二活性化、非活性化を繰り返しましたが、日の間にこの間隔は1から5日にまで落ち着きました。この間に SCP-367JP-A は人の模倣を始めました。1980年現在、通常時に SCP-367JP-A は、博士に近似したアジア系の30代男性であり、財団に対して一般的なメディア資料の請求を条件に協力的な態度を示しています。対象、SCP-367JP-A。インタビュアー、
博士。吹き。このインタビューは、SCP-367-JP の起源調査のために行われました。録音開始。博士、こんにちは。SCP-367-JP、A。SCP-367-JP、A、こんにちは、博士。博士、今日は特別に聞きたいことがあります。SCP-367-JP、A、A、わかります。私がどこから来たか、ということですね。あなた方にとって私という存在はあまりにも不可解なことは理解できます。と言っても、私自身それは同じです。博士、同じ。SCP-367-JP、A、はい。最初の記憶は赤い海。溶岩と言うんでしたって。あれの中に使っていたことです。その時の自分の姿はわかりませんが、見えていたのですから、目はあったんでしょうね。まるで何かの大きな手で包まれているみたいで、とても暖かかったのを覚えています。それから記憶は、長い時を眠って海の色が優しい青色になるまで飛びます。1. SCP-367-JP。A が自身の非活性化を表現したものだと思われる。博士、あなたは、地球の原初の時代から存在し、どのようにして誕生したかはわからないということですか。SCP-367-JP。A、はい、わかりません。私にわかるのはそれからの生物が溢れるようになったこの星だけです。博士、わかりました。それからのことをお話ししください。SCP-367-JP、A、私はその海の中で動く者たちに気づきました。それに気がついた時には真似て動けるようになりました。ほぼすべての動く者になれると気がつくと何か異様な欲求に駆られて、それからはただ、何かを真似ながら、泳いだり、跳ねたり、飛んだり、走ったり、食べたりして、その後に来る不定期な眠りと覚醒を繰り返していました。そうしてあの犬というものを真似ていたらあなたたちが来て、ここに入れられたという次第です。博士、なるほど。ご協力ありがとうございました。録音終了。追記1990年月日。SCP-367-JP、A は突如悲鳴を上げ、非活性化しました。その後、SCP-367-JP は1、年期間を明け2000、年、月、日に再度活性化しました。SCP-367-JP、A は最後の行動とそれまでの増加頻度と比べ極端な非活性化期間の増大から、その原因を探るためにインタビューが行われました。対象、SCP-367-JP、A。インタビュアー、博士。録音開始。博士、インタビューを開始します。お久しぶりですね。SCP-367-JP、A。SCP-367-JP、A。3秒の沈黙。A。お久しぶりです。博士、年月が経ったのにお若い。博士、ありがとうございます。とは言っても間違いなくあなたの方が長生きするでしょうがね。ただ、今回はその類の話をしに来たわけではないのはわかっているでしょう。SCP-367-JP、A、そうですね。その節は取り乱してしまい、すみませんでした。博士、構いませんよ。しかし、10年前、なぜあなたは非活性化の前に叫び出したのですか？ SCP-367-JP、A、5秒の沈黙。私は、眠気を感じました。博士、眠気、ファイルをめくる音、非活性状態への遷移の際に眠気を感じるとは、あなた自身報告していませんが、その眠気があなたの絶叫とどのように関係しているのですか ?SCP-367-JP、A、長く感じていませんでしたので、忘れていました。あれは私が長期に眠る時に感じていたものです。この時代、
人間がいる時代から離れてしまうと思うと叫ばずにいられませんでした。博士、なぜでしょうか？あなたはこの時代ではここに拘束され、多くの自由が制限されています。あなたがここに執着する理由が理解できませんが。SCP-367JP。理解できないでしょうね。あなたには、言わせていただきますが。私はこの時代が好きです。この体、人間になるまでの間。私には何もわかりませんでした。ここはどこなのか。自分は一体何をしているのか。そもそも何がどうなっているのか。ですが、今は理解できます。それだけでもこの時代に来ることができたことが嬉しいです。博士、なるほど。8秒の沈黙。それを考えると今回の活性化は非常に幸運であったのですね。SCP-367JP。はい。ですが、それも束の間のことでしょう。あなたたちには私の眠る時間が循環することは話しましたよね。当然ですが、ここが上限ではありません。次は良くても、100年はくだらないと思います。博士、SCP-367JP。あなたは、遮られる。SCP-367JP。もう、大丈夫です。覚悟はできています。ここに来れたこと自体、幸福だったのです。それよりも、言いたいことがあります。博士、6秒の沈黙、何でしょうか？ SCP-367JP。ありがとうございました。私を人間にしていただき、理解する機会をくださり、ありがとうございました。録音終了。SCP-367JP。はその後、過月活動を続け、非活性化しました。その後、博士によって現在までの SCP-367JP の非活性期間の増大が、数列に近似することが判明しました。数列から読み取れる次の活性化は、年後となっています。加えて SCP-367JP は非活性化から、年の間、異常な性質を示しませんでした。これらのことを受けて、現在 SCP-367JP は活性化期間まで実質的なニュートラライズ度に指定されています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。